パンを焼きてえな。パンを焼きます。どうも、とわこです。今回このベーカリーシミュレーターというね、パンのシミュレーター、パンを焼く方ね、パンになる方じゃなくて、それはアイアンブレッドでやったから、パンを焼く方で、実は僕はちっちゃい頃ね、ずっとパン屋さんになりたかったんですよ。嘘ですけど。じゃあやっていきましょう。まあでもマジな話すると、パンは作りたい。パン自体は結構好きなんですよね。どれかキーを。はい。あなたの最も大きな夢が実現しました。あなたはついに自分のベーカリーを開きました。街中に焼きたてペストリーを届ける準備ができています。ペストリーって何ですか？なるほど。あなたにまず大きな仕事があります。行こう。おー、朝食パンの作り方。今はまだそれほど多くありませんが、安心してください。レベルが上がるごとに新しいものを学ぶことができます。どんどんこう、いいパンをね、作っていけると。ボールの上で、なるほど。あ、これですか？これ取って、じゃあ、はい。チェックリストを見てみましょう。どうやら間違った材料を入れてしまったです。お前が入れろ言うたんちゃうんか。失敗したステップの横にびっくりマークのアイコンが表示されます。はい。このミスは簡単に修正できます。最後に追加された成分だけ成分容器を指さして取り除くことができます。ほう。あ、これで戻せるよと。へえ。で、複数間違った場合はゴミ箱に捨ててくださいよと。なるほど、なるほど。小麦粉を150。はい。水を60。イーストを6。牛乳を60。これ、いちいち、スプーンの大きさを変えてね。で、砂糖を3。3？ そんだけでいいの？これで全ての材料を混ぜることができます。ボウルの上で、生地をミキサーに移します。あ、これか。おい。ミキサーのケーシングボタンを押して、生地の準備ができるのを待ちます。生地を混ぜすぎないように慎重にウィジェットを見てください。ミキサーを止めましょう。はい。で、こいつを持ってこうか。フォーミングボードの上に生地を置きます。次に小麦粉を、生地を小分けにして成形しなくてはなりません。はい。え、もうできたの？生地。素手で生地を成形します。はい。この上で丸パン。ああ、なんかいろんな形にできんねんね。インジケーターが緑のエリアに到達するまで待ち、スペースバーで。ああ、なるほど。この緑のとこで、ジャストのタイミングで。はい！おお、おお。リングを持ってマウスを動かし、イメージとその形を合わせます。こういうこと？こういうこと？こういうこと？悪くないですね。悪くないだろう。はい。トレイに乗せます。トレイ？あ、これ？はいはいはい。これを。はい。えらい傾いてるけど。すごい、摩擦力がすごい。今持ってんのは古いオーブンだけです。心配したくてもゲームの後半でもっといいオーブンに手に入れることができます。はい。え、もう焼くんですか？発酵とかしなくていいの？その辺の作業は、まあでも確かに発酵の時間ってひたすら待っているだけやから、ちょっとゲーム的になって感じなんかな。なるほど。このオーブンを見ることによって残り時間がわかるよと。時々オーブンを開いて進捗状況を確認することができます。機械の動作が気になるときは機械を指さしながら H ボタンを押してください。ベイカペディア。あ、これ？おい。トレイをカウンターの上に戻す。はい。バンズの準備です。木箱を開け、ドア横の青いエリアに置く。はい。あなたは一つしか注文できないです。すでに選んである。都市へ移動ボタンを押すと都市へ移動します。もう都市へ移動のボタンを押したんやから都市へ移動するやろよ、そりゃ。え、あ、俺がパン屋さんを経営して自分で焼いたパンを出すんじゃなくて、俺下請けなの？あ、パン屋さんに対して、え、あ、しかも配達も俺がやるの？俺はパンを届けに行くよ。あ、そういう感じだよ。どけー！パン届けとるんじゃ。ここやろ。俺。関係が改善しました。悪かったの、今まで。あ、そういう感じなんや。なるほど。もう俺ひたすらパンを焼いて、そのパンを必要としている買い、あ、直接お客さんにお届けするんじゃないんやね。まあ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 、ええわ。とりあえず、でっけえパン屋になるぞ、一旦。材料足りてる？ 3 キロあるって。まあ3キロ、おお、今、継ぎ足されていく。継ぎ足されていく、すごい。リアルタイムで継ぎ足されていく現場を見てしまった。まあ大丈夫やろ。
任して任して。なんて？ブロンズパンを1個。いいんですか？そんだけで。ちょっと待って、全然聞いたことない注文やわ。あ、なんか知らんメニューなんですけど、ライ麦、あ、ライ麦パンみたいなやつですか？水300、オリーブオイル50、イースト5、塩5、砂糖2、これでいいのかい？これを、ここにぶち込んで、いけ！俺パン作ったことないから何が正解なんか全然わからんけど、今ブロンズパンが混ぜられています。そうか、パンって混ぜるだけで発酵完了するんやな。知らんかった。で、あ、いい感じ、いい感じ。100。止める。中入れる。生地出す。で、ブロンズパン。これ何パンっすか？これ。何パン？フォーム。なんかメロンパンや。あ、これは。このメロンパンみたいなやつ。で、あ、なんかプレッツェルみたいなのをこう。おう。一個出来上がりました。これに、これを乗せて、いけ！はい。今、チュートリアルでやったことをずっとなぞってるだけやけど、まあ最初はやっぱりね、チュートリアル通りのことを、これ何？へえ！大丈夫かな？大丈夫か？何のボタン？ブーストボタン！早なってる？これ。早なってるかな？わからん。まあ、いいや。余計なことせんとこ。OK！ 焼けました。これ入れます。で、これを、はい。で、俺はこれを自分で持っていかなあかんねんな。お、スパークリングダウンタウン。任せろ。俺のパンを待ってる奴がいる。っていうか、あのパン屋、パンを一個だけ注文したってこと？正気？え、どこよ？え、この建物のはず、なんですけど。ん？ちょっと待って、パトカーがめっちゃ封鎖してた、ここ。うるせえ！パンがよ、あ、違うわ。全然向こうやわ。こっち、あっち行って邪魔だ！あ、いてって、どけもらパン届けとるんじゃ。ミニマップばっかり見てたら、全然よく見たらすごい車にぶつかったりする。いや、わざとしてないんですよ、これ。左下のミニマップ見て行き先確認してるんです。あ、これか。パンお届け。こんなパン屋おるわけあるか。まあ、まだいけるんじゃないのかな。イースト、10。イーストが15入りました。戻します。戻せるかな？で、塩10、砂糖は4。はい。で、これを混ぜますと。まあ結局序盤はこれの繰り返しになるのかな。ちょっと早くなってると信じろ。どう？ああ、焼けてる焼けてる焼けてる。焼けてますがな。ほいほい。またこれを持っていけばいいんでしょ？ああ、でも今回近いわ。これさっき言ったとこやな、チュートリアルで。どけー！わしゃパン届けとるんじゃ。わかるか？よーし。レベル3。なんかいっぱいパンもらったね。全粒粉もらったぞ。GI 値低いパン作れそう。なにこれ？ファーマーローフ。水640。めんどくさいのやめてもらっていいですか。640？ はい。ライ麦？ライ麦500。サワードスターター。サワードスターター？これだ。なにこれ？サワードスターターって何？あ、小麦粉混ぜるんですか？へぇー。塩24。はい。混ぜ終わりました。こいつを。なんだ？ちょっと待って、こいつどういう形状に作るの？ブレッドパン。あ、これ？ファーミングボートを使わなくてもパンを成形することができる。ほう。
え、ちょっとこれこの上に乗せちゃったやつもうどうしようもないんですけど。え、でもこれってこうなんじゃないの？こいつに入れるんじゃないの？え、どうすんの？どうすんの？これどうすんの？ちょ、よくわかんねえからもう一回種作ってみるわ。もう一回種作って。で、これをもう、ちょっと型に直接入れてみよう。止めます。これを型に直接、いけた。あ、それでいいの？ここに置いた生地を手に取ってここに置きゃいいじゃん。なんでこの上に置いちゃった生地は二度と回収できない？おかしいでしょ、それは。で、これとこれをこう取って入れる。おい、いけ。焼き払え、パーマーロフを。あとこれどうしよう。無限に刻めるんやけど。いや、もうええねんけど。ええって。助けてくれ。細かく刻まれたファーマーローフが無限に。ああ、やばい。あと2%か。はい。焼けたよ。これを入れて、こいつを運びましょう。ちょっと待って。で、出かける前にこいつの足りてない部分を全て注文購入。っていう風にしといたら、まあ、翌日には届いとるやと。え、出れないんですけど。え、なんで？え、出れない？なんで？ちょっと待って、時間がなくて困っちゃうな。それは困っちゃうな。え、なんで？え、これ注文したから？これ注文来るまで。え、じゃあちょっと、すいません。プライム料金を払って。え、これで、え、出れない？なんで？俺ファーマーローフ準備したと思うんやけど。めっちゃくちゃ謝ってなかったことにしてもらいました。すいません、今日ちょっと無理で。いや、昨日の失敗を取り戻そう。シルバーローフ。あー、なんかまた違うやつやな。すいません、ちょっと出れなくなっちゃいまして。謝りまくったら、出れなくなったんですか？ほな、しゃあないですね。つって許してくれました。話の分かる人でよかった。ありますよね、そういう時。塩は24。はい。混ぜるの一瞬やな。20秒ぐらい。これはもう加速したら一瞬でしょ。実際これやった時さ、パーセント見えなくなるから速くなってるかどうかよくわかんない。ちょっと待って。35、36、33、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53% ぐらい。おー、進んでる。これ、早なってるわ。やっぱ大事なんやわ、この作業。パン屋さんみんなやってるらしいよ、朝の4時ぐらいに。かまどの横のボタンを連打してるらしい。ここに置いて、出れるか？いけるわ。じゃあさっきのは多分バグってます。だってさっき俺、とどまるっていうボタンを押したけどさ。そもそもとどまるのボタンを押したとき、都市に出るみたいなボタンを押せたよな。最初全部のボタンを押せたはずやから多分、あそこでとどまるを押しちゃったら結果、なんかバグったんやと思います。しゃあない。ええね。あ、ジェンレーバー。完璧。ナイスパン。これ別に連打線でも押しっぱなしでいいんじゃないってことに今気づきました。天才かもしれません。どう？ああ、やっぱり早いわ。OK。はい。今日も京都でオールドファッションローフね。はい、ありがとう。これずっと気になってたけど、デリバリーを呼ぶってもしかして俺じゃない人が届けてくれんの？失敗の危険性 35%。 え、パン届けんのにそんなにミスる可能性あんの？あ、で、ドライバーにちょっと多めにお金を払うと、あ、なるほど。うん、ちょっともうこれはちょっともったいないから 35% 大丈夫やろ。 65% の確率で届くんですよ。いけ。はい、完了。 OK、 完璧。なにラウンダーディバイダー。赤いトレイを本体にセットし、その上にミックスした生地を置く。生地を四角三角丸に分割して成形する半自動機。そういうものがある。なんでなぜ？あ、持ってないのか。はいはい、じゃあ変えますよ。はい、変えます。あ、ティア2へのアップグレードが可能。はい。1000ドル。あ、もうお金ほぼなくなるけど。じゃあ買っちゃいますか。お、新しいお店も出てきた。シルバーローフ。あ、任せてください。僕、シルバーローフ、
シルバーローフ俺に作らしたらもう、もうですよ。まあ、見ててみて。まあ、材料入れんのあんま面白くないと思うから、ここはサクッと飛ばしますが。で、かき混ぜます。シルバーローフほんまにかき混ぜ一瞬で終わるから。ターボモード一回で終わんねよな。で、はい、終了。で、ここを置く。で、四つでしょ？この、シルバーローフ箱をこう四つ置いて、ここに生地を流し込みますわ。で、これシルバーローフ三つまでしか置かない、置けないんですよ、トレイに。だからこうでしょ？はい、打ち込みました。で、焼きます。焼きすぎた。シルバーローフを俺は焼きすぎちまったんだ。はい、いってらっしゃい。おい、ちょっと急に、急に、お、香辛料。すげえ、できることが急激に増えた、これ。いや、いいじゃないですか。なんのツールこれ。あ、水？急に150リットルのタンクを手に入れる。なんだよ、これは。ラックオーブン。お、業務用オーブン。へえ、欲しい。買えな、たっけ、買えな、たっけ。あ、カルダモンとかなんか、バジル、生姜、ガーリックパウダー、ドライクランベリー。わあ、すげえ、調味料が増えた。菓子パン作れるようになったってことですか、これは。嬉しいね。まあ、今日も結局やることはシルバーローフを焼くんですけどね。水、水が欲しい。え？あ、これも、マジ？9、2、0、ウォーター。すいません、お願いします。ウォーターで。え、これ、どうしたらいいやつ？ん？あ、でっけえボールや。これ、このボールやったらもしかして、あー、なるほど。で、これを、ウォーターで、ウォーターでお願いしたいんですけど。あ、はい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 、なるほど。このホースをここに入れてから、こう、お、ついに出た！やっとか。小麦粉を、に、これ小麦粉やったりします？こうか、置いて、小麦粉、2.46、ウィート、OK。オン！おー！煙？ちょっと使用者のこと考えてよ。どけもいいんですけど。これで？で、サーワードスターター、これか。これを、ここまでやって、これは手作業なんや。塩72。塩。72。ここ置いて。かき混ぜろ。うわ、早い早い早い。最高。たまんねえな、これ。たまんねえわ。これ、明らかに前の建物で焼いた時の方が早いんやけど。文明の力全然使いこなされへん、俺。なんやねんな。結局こんだけごつい機械使ってやってることを焼くシルバーローフの数が2個増えただけやからな。やっていけるか、うちの店こんなんで。オーブンをもっといいのにしたいんですけど。うちはね、シルバーローフを焼き続けて、それだけでこんなにでかくなったんだよ。これだけでやってきてんだよ、うちは。今日のね、今日のこのブロンズパンたちを焼き切ったら、明日にはでっけえオーブンが買えるんですよ。ちょっとでっけえオーブンでパン焼いて、動画終わりにする感じにしようかな。でっけえオーブンが使いてえわ。俺もうでっけえオーブンを、オーブン買うために働いてたわ、今まで。よし。もう最近デリバリーに任せっきりです。なんで俺が引かなあかんねや。オッケー。稼げた稼げた。よし、今日ですが、これ。このラックオーブン。これをね、買えるんですよ。おー。おー。すごい、これが、で、ちょっと、戻して、戻ってくれ。頼む。まあでもこれでついに、焼くことができるようになりました。よし、ちょっと今日パン焼いてみようぜ。ちょっと待って、すっごいなんかいろいろもったいないから、こう蓋閉めるな。今日は、
なんか新しい、あ、フォルクシーローフってこれ新しいやつや。ちょっとこれ焼いてみましょうか。フォルクシーローフ。はい。最近の僕の、パンの焼き方です。まず、水ですね。水を 1.6。はい。入れます。で、次に、小麦。ライ麦かな？ライ麦を 1.6。はい。で、サワードスターター。はい、これですね。これは、はい。これは、ま、相変わらず手作業でやっております。小麦粉800。あ、小麦粉あったんや。800。ちょっと待って、すんごい色になった。すんごい色になってる。800。初期化ボタンあったわ、よく見たら。はい、塩60。ついでにやればよかったね、それは。ひまわりの種200。ひまわりの種 200？ これだ。これ初めて見た。ひまわりの種、わー、めっちゃ乗った。ひまわりの種200が乗りました。なんか気持ち悪い。で、ここ入れて、はい、回します。で、ターボボタンを手に入れたので、これも回るのが早い。はい、ここ。ここに。なんか気持ち悪いんやけど。で、これはトレーに3つまでしか乗らんから。まあ、じゃあ、こう2つに分けて。で、これをついに。はい。あ、もうこのオーブントレーが来てくれたおかげで、まとめて5つぐらい焼けんのか。でかいねー。よし。焼いてみましょう。なんか200度とか言ってるけど、これもっと温度上げられるのかな？温度設定。あ、上げる上げる。220度でしょ、そんなん。いきな。おー。ちょっと待って、これ何パーセント焼けてんのか全然わからんねんけど。待ってくれ。待ってくれ。あ、ちょっと待ってくれ。出してくれ。俺のパンを焼けてないな。焼けてない。2% 燃えてるって。2% 燃えてるの？50秒間焼けばいいんやね。はい。200度で50秒間ということは220度で30秒ですよ。でも 30% ぐらい焼けてたはずやから。これぐらいじゃない？見して、ちょっと。全然足りてないわ。え？これ温度が高ければ早くなるってもんじゃないんやな。きっとパンゴットに適切な温度があるんやわ。ああ、焼けて焼けて焼けて出せ早く出せよし、よしよしよし。いいんじゃない？いいと思うよ。じゃあ、これを、ずっとこのオーブンが欲しくて、頑張って仕事して、やっと買えたのに、パン焦がした。今までずっとやってきて一回も焦がしたことなんかなかったの。たまには俺が持ってか。ああ、もうまっすぐや。楽やね。あ、なんか途中で通行止めみたいなのあるな。通行止めが俺を止めれると思ってんのか。通行止めごときがよ、この俺を止める。